時間かかりすぎよ。どうにかなんないの？そんなこと言われてもシュシュ様こそどうにかできないすか？少しは力戻ったんすよね。なあ、リュートが私に逆らった。リュートのくせに。そんなつもりは。あれ、でも僕今確かに、もしかしてこの前はシャンプルが言うこと聞かなかったけど、まさかリュートまで。そんなことはないっす。決して。坊主でもそうなんのか。な、何よ坊主でもって。白金も、どうもこう再会してからジョーちゃんを主人って思えねえところがあってな。なるほど、わしだけじゃなかったんだな。ガテンが言ったぜ。え、そうなの？あんたたち私の下僕じゃなくなっちゃったの？だからそんなことないっす。ほら、白金さんはもともと下僕っぽくなかったじゃないっすか。まあそうなんだけどよ、最後の一戦みてえなもんはあったじゃねえか。最後の最後はジョーちゃんに付き従おうみてえな。今はそれがねえっていうか。そんな。それじゃもしもよ、もし私の力が戻んなかったりしたらくだらねえ心配すんなよ。お互いそんな冷てえ間柄じゃねえだろうが。そうっすよ、シュシュ様が絶対死んだろうとそうじゃなかろうと、僕は一生シュシュ様の下僕っす。そうだったらいいんだけど。あさった、あさった。こら、一人で先に行くんじゃないわよ。ダメだよレウちゃん、白金さんに怒られちゃうよ。向こうの方も相変わらず目が離せねえな。おいこら、わがまま言って困らせるんじゃねえぞ。いやー、おさった、今にも飛び出していきそうっすね。僕たちも行きましょう、シュシュ様。
ダメだ、繋いどかねえとすぐどっか行っちまうだろうが。おめえさんは行かない。レウ、どこも行かない。あの、女の子を紐で繋いで歩くのは私もどうかと。だから仕方ねえって言ってるだろうが。それともこいつが逃げたらおめえさんが探してきてくれるのか。それは嫌だけど、でもいくら紐つけてもその子が本気になったらおじさんごとひっ。いい加減、まあそいつは心配ねえ。その嬢ちゃんに力を添わ。痛えのはおめえさんが暴れるからだろうが。ねえねえ、それは白金さんのバカと。おい、ふん、その月か。あんたじゃなくて。冗談でしょ、あんたみたいなチン。ああ、またチンまいて言った。もう。で、この世界にもあんたたちの中。ええ、まあって、ほんかもしれねえな。え、ギク、この声。え、こんね、ど、ほんと。ずっと探してるのに、全然。ああ、月かじゃない。やだ、ごめんなさい。何謝ってんのよ。この…ああ、リュウトさん、と…ちょっと月か、私はこ…まあまあ、シュシュ様。あ…おう…はあ…そうよね。どうしたもんか。静かにしろ、気づかる。白金、すごいです、さすが白金さん。誰、ガンネ。いや、あれ、知らない。あの、などうしてこんな小さい子を紐で繋いでるんですか。落ち着け、これには不敬事情が。だから、ガンネ、無理やりちげえ、そうじゃねえだろう。白金さんの。ああ、これは久々に見れそうっすね。待て、月が、頼むから。そりゃ紐でつながってたし。で、今のこの子がやったの。うわー、久々にやっちゃった。まあまあ大丈夫よ、いつものことな。レウさんも白金さん以上に頑丈っすから、きっと平気っす。なんだかいつものことっぽいみたいね。やれやれ、そんじゃ白金を回収。ほんと、ジャンプ。あれ、気づいてないのかな。見ててください、シュシュ様。行くっす。やっと私の番ね。どうしようかな。性格変えるよ。張り切っていくっすよ。
やっと私の番ね。どうしようかな。張り切っていくっすよ。相手してあげる。あ、もう私の番なんだ。やっと私の番ね。張り切っていくっす。これで決まっ。よし、みんな無事ね。やったー、みんなありがとう。わわわ、出てきた出てきたよ。張り切っていくっすよ。相手してあげる。もらったわ。もう私見ててください。シュシュ様、相手してあげる。あ、もう私の番なんだ。やったこの格好でいいのかな。戦闘開始っすね。張り切っていくっすよ。相手してあげる。あ、これで見ててください。シュシュ様、やっと私の番ね。張り切っていく。相手して楽勝楽勝。戦闘開始っすね。張り切っていくっすよ。相手してあげる。あ、もう私の番なんだ。変身。プリンプ。見ててください。シュシュ様、相手してあげる。もらったわ。どうしようかな。やった、私の勝ち。やりーっす。変身。こっちは準備万端っす。見ててください。シュシュ様、相手してあげる。どうしようかな。たった張り切っていく。シュシュ様、僕の活躍見て。Right.